福テレソラネットです。地域密着型のソラネットです。皆さんとこうコミュニケーションをしながらですね、情報のやり取りをしながら双方向で、えー、お伝えしたいと思います、えー。桜が散ったのか散らないのかとっても気になるところです。で,すね、でもねやっぱり、ね、散ったところはあるんですよね。はい、どこで散ったのかという話。そして週末どこへ遊びに行けばいいのか、えー、花見に行けばいいのかというのをお伝えしたいと思います。あと、はい、気になるのがこの夏の暑さ。はい、これね電気料金の話と一緒にして今日はお伝えをしたいと思います。うん えまずはとってもきれいなです、ね、先ほど撮ったばかり、<う>撮りたてのちょっとこちら、はい、VTR ご覧ください。夕焼けがこんなにきれいだったんです、すで雪うさぎがいますよね、天気が回復したということなんですけれども、うん、空がきれいですよね、雨で現れました、でも雨強かったですね、えー、こちら、きょうのいわきの様子、ご覧ください。 実はかなり強い降りになりましていわきで,です、ね、1時間に20ミリ以上の強い雨が降りました、えー、総雨量、1時間雨量を入れてみましょうか1時間雨量を入れてみると、こんな形になっております、これね、あと1か月ぐらい先だと空気がより温まりますんでこれ、より災害レベルの雨になってしまっただから今だったからこれで進んだけれどもやっぱりね これから暖かくなると、大雨の季節を迎えるっていう、そういうことになるわけなんですよね。はい、今の状況を見てみましょうか。ああ、いわきもすごい綺麗だ。綺麗ですね。で、夜景も綺麗。うん、キラキラしてますね。空気がやっぱり現れたんですよね。で、こういうことわざがあります。 長,ま、長雨のような時西風立てば雨上がるっていう<ー>西風が吹けば、はい、雨はやがて上がるだろうという意味なんですが<ー>これ実際、今日どうだったのかっていうのをちょっと入れてみましょうかやっぱりね西風吹いてから2時間で雨が終わってるすすごいるでこの西風というのが乾いているので <laughs> 失礼しましたこれだけ空気が澄んでいる、うん、雨上がりでというところでございます。まままだちちょょっっとポツポツツ残ってすすけどどもね、はい、この後天気は回復しますちょうど えー、その昼頃に寒冷前線が通過したあとに強い西風が吹いて今も強い西風が吹いてるんですけども、えー、この風は夜ちょっと、ね、遅くにかけて強く吹きそうですね。うん、という具合に天気が目まぐるしく変わった、えー、今日1日でございました、はい、さあ気になるのが桜なんですが、はい、いわき市です、松ヶ丘公園<お>これ見るとどうですか、ま、だ無事のように見えるけど、はい、ちょっと回転させますよね。 回転させます松ヶ丘公園は大丈夫だったかもしれないけどこちらでございます、いわき市平、はい、花散らしの雨になってしまいましたそのほか、いわきのこれ車の上なんですがやっぱり、ね、いわきは開花してから10日あたっちゃった。はい だから昨日言ったじゃないですか、10日たつと大体やっぱり散り始めてしまうということなので、ちょうど散る時期に来ているということなんですよね、福島の桜は大丈夫だと思います、多少散ってるかもしれませんが、その他の桜、じゃあその他の桜、今どこがきれいなのか、私、知らない名所、これす晴らしいですね、伊達市諏訪前の桜並木、美しい、驚きましたそして花木団地。 東海桜がこんなにきれいに道材にあのはあの、ね、咲いてます、これドライブしながら楽しめます、青空だともっと最高郡山の藤田川のふれあい桜の並木も素晴らしいですね、はい、それから素晴らしいといえば滝桜、<お>もう十分ですよ。はい 出来上がりつつありますね。はい、じゃあいつ出来上がるのかっていう満開になるのかっていうのは後ほどお伝えをしたいと思います。はい、そして松平ら佐渡の向ゆかりのですね落合桜もここまで咲いてます。うん、綺麗。綺麗ですね。そして会津の皆さんおめでとうございます。え今日あの会津若松で桜の開花宣言出ましたけども。ありがとうございます。えー、北方の日中線のしだれ並木もおどんどん。そうだん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 咲き始めてるということなんですよね。そして先ほど紹介したえ鶴ヶ城そして 宮川の桜これ会津三里で有名な桜ですけれども、はいえー、この辺りの桜が開花しております、えー、ではちょっと話前後しますけどね開成山公園の桜は散ってないのかどうか見てみましょうか。 どうですかあ大丈夫なんじゃないですか大丈夫ですよね、はい、だからここはもう満開までまだ行ってないというところなので大丈夫です、うん、でもカモが多いですよね多いですね私も気になっちゃいまし、はい、今日雨でやっぱり人がいないカモの方が多いかも。<laughs> ありがとうございましたうまい <laughs>、はいえー、さあそしてこの後なんですけれども、えー、桜見ごろカレンダーなんかあの小笠のお母さんがこの週末に来るらしいじゃないですかはいそうなんですよ忍山ではね花吹雪の花見楽しめますおお<ー>。これもオツですよ いいですねちょっと私競馬の番組があるのでは一人で行ってもらおうかなと思いますじゃあこれで、ね、<laughs> アドバイスしてください滝桜は木曜日に満開、はい、で週末がお花見ウィークエンド駿河<ー>城公園も週末満開でこの十三十四日がまさに花盛りの美しまということになりますいいで,す、ね、で来春の週末までおそらくこの三つのポイントは 多分持たないんじゃないかなと思いますのでえこの週末ぜひですねお花見に行っていただきたいというふうに思いますさあこのあとちょっと心配なことがあります、はい、えー、それは何かと言いますとこちらなんですよね、うん、これ桃が開花してます赤月、はい、です4月3日の段階で JA 福島未来さんによりますと桃はほぼ満開になっている、うん、ということですで 今週からずっっとやっております、先週からずっとやっております災害リスクの話なんですけれども向こう1週間の災害発生リスク赤警戒黄色注意です、はい、私初めて赤を出したいと思います、はい、こちらでございます、うん、あさって朝遅霜の被害のリスクが高まります。というのもこちら見てください大体、えー、1度未満だと本当に要注意なんですが柳川。 明後日朝1度まで下がります。はい、でね。今夜も田島は氷点下2度とか出てるんですが、今夜はどちらかというと風がまだあるので、はい、どちらかというと、明後日朝の方がリスクが高いかな。だから、田島とか北多方のアスパラ農家えー、そしてえー、果樹農家の皆さん、えー、明日再度ですね。情報をチェックして、燃焼剤などの準備をお願いしたいと思います。えー、さあ、それでは明日の天気です。 この後週末にかけての天気とかあと夏の予報をお伝えしたいと思いますその前に会津地方です峠道はね今夜から明日朝凍結する可能性があります、ね、凍結ですかあのというのも風が強いんですよね、うん、風がやっぱり橋とかに当たると橋の上では凍結しやすくなるのでこういう数字見るとやっぱり土湯道路なんかは凍結しやすくなると思ってください日中は寒さが荒ぎます 会津の鶴ヶ城も咲きましたけど、うん、会津盆地今いろんなところで桜見ごろになってて、はい、石部桜っていうところはもう見ごろに明日なると思いますね。<ー>え鶴ヶ城は週末見ごろです。えそして中通りの北部です。朝は風が冷たいです。えなので朝はカコートが必要。昼はコートがいらなくなります。えただしあの今日よりは気温が上がりません。でもね、明後日はね明日よりも明後日 明後日よりもしあさってて、し、明後日てどん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 暖かくなる。<ー>ということで、この週末は、お花見日和になりそうです。はい、明日は何よりも、空が真っ青になるんです。はい。快晴になるから、はい、桜とか、桃の写真が、すごく映える。シャッターチャンスです、ね。シャッターチャンスですので、ぜひ、出かけてください。中通りです。中部です、えー。こちら、日本松の、霞ヶ城公園。開成山公園。明日、満開になりそう。 で満開でしかも青空だから最高ですねただし夜桜は防寒をしっかりとしてお出かけくださいえ、はい、そして中通りの南部です、えー、昼頃までやや強めの風が吹きます小峰城南国公園は週末が見ごるということになりそうですねちょっとなだけ那須おろしが残りそうですえー、そして浜通りです、えー、いわきは晴れ時々花吹雪、うん、これね年取ってくると満開の桜よりも花吹雪の方がね なんかね <laughs> い,い,かいいって思っちゃうんですよねはなげなのがまたねそういうことだと思います、はいえー、波の高さは3メートルということで <laughs> 朝の海の作業はお勧めできませんさあこういうソラネットいただきました暑いの答えますできれば涼しい夏であってほしい去年2回熱中症になり点滴しましたということなんですが 暑い夏になりそうなんですけれども、うん、気になるのがこちらでございます電気料金なんですよね、はいえー、電気料金実はですね先月29日の記者会見で斉藤経産大臣がこういう発表をしましたこちらでございます電気ガスの激変緩和措置実は政府が 電気ガス料金の補助金出してます、はい、これを6月分で一旦終了する終わっちゃうんですか終わっちゃいます<ー>じゃあどれぐらい終わってしまうのかというとスーパー入りますでしょうか、えー、これぐらい平均的な家庭でですね、えー、実は補助額あったんだけど7月6月使用分から0円になっちゃうだいぶ変わります、ね、だいぶ変わってしまうということなんですよね、うん、なぜかと言いますと LNG や石,石炭の輸入価格がロシアのウクライナ侵攻前と同程度に低下したためということなんですけれどもえこれで、じゃあこの後どうなるのかということなんですけれども5月ちょっと上がってしまいます、これは別の理由なんですが夏場はウクライナ侵攻の,の動向夏場、電力需要の増加。 えー、夏にかけて値上げ基調になるんじゃないか、それからこの夏はどうもウルトラモーションになるという予報なので、でうん、この電気料金の推移については、この後注意深く見ていただきたいと思います。週間予報でですす全然天気の崩れないんですよんということで、今週末は最高のお花見日和、はい、来週は不安定な天気になりますので、今週中に花見をしてください。はこちら空雨に耐えて美しし滝桜フクレソラネットでした